和田恋は、高知県と佐群と佐長出身のプロ野球選手。宇藤右内。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小学1年生から、霊北ジュニアで野球を始め、高知中学校時代は、軟式野球部で投手をしていた。高知高等学校進学後に、内野手に転校。1年夏からレギュラーとして活躍。1年夏は、高知大会決勝で、 北川林太郎を擁する明徳義塾高校に敗れた。2年の春には第84回選抜高等学校野球大会に出場。初戦で横浜高校と対戦するが竜優也に完封負けを起死した。2年秋は四国大会を制し第43回明治神宮野球大会に出場。初戦の浦和学院高校戦では 破れた者の,の小島和也から4打数4安打を記録した。3年春の第85回記念選抜高等学校野球大会では、初戦の小山優と小郷優也要する関西高校、2回戦では桑原一輝ら要する床葉久川高校、準々決勝では神林生活、熊谷隆一区、馬場康介要する仙台育英高校を次々と破った。 準決勝の再尾高校戦は、安楽里藤次第から本塁打を放ち、和田もマウンドに上がり、無失点に抑えるなど活躍したが、チームは敗れた。3年夏は、高知大会決勝で3年連続で、明徳義塾高校と対戦するが、敗れ夏の甲子園には届かなかった。甲子園、通算5試合、打率、2631本塁打に打点、2盗塁。 夏の第95回全国高等学校野球選手権大会高知県予選で敗れた後、一時は大学進学を考えたが、方針転換してプロ志望届を提出。日本プロ野球の2013年度新人選手選択会議にて、読売ジャイアンツから2位指名を受け入団した。背番号は61。巨人時代2015年4月28日に、 同チームの平健太郎、岡本和馬と共に、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜の NPB 選抜に選出されたことが発表された。2016年は、春季キャンプで一軍メンバーに入り期待されたが、一軍初出場は果たせなかった。二軍では81試合で打率、239、日本塁が24打点だった。秋季宮崎キャンプから、 背番号が61から67に変更となった。2017年は、長打力を生かすために体重を 84kg から 88kg に増量したが、キャンプは3軍スタートだった。一度も1軍に昇格することなくシーズンを終えた。2018年は、打撃が成長し、2軍で打率。296、18本塁打、87打点で本打、本塁打王。 打点王の2冠を獲得。6月15日には1軍デビューを果たし、プロ初安打をマークした。11月25日には結婚を発表した。2019年7月7日、東北楽天ゴールデンイーグルスの古川優里とのトレードが発表された。31試合の出場で打率25。252、日本塁打、11打点を記録した。 2020年の春季キャンプでは1軍スタートだったが、開幕は2軍となった。リストの強さ、柔らかさがあり、広角に長打が打てる打撃力が特徴。高校通算本塁打55本というスラッガーでもある。守備でも地形が強く、早球に安定性がある。本職は三塁手だが、 一年目は遊撃手も守り、二年目は教育リーグでは主に二塁手、イース大会幕戦では一塁手を守り、内野全ポジションの経験がある。一年目の周期キャンプでは保守にも挑戦した。その後は外野手にも挑戦しており、2018年から外野手登録に変更した。幼い頃から家族揃ってのジャイアンツファンであり、指名時には入団は夢でした。 最高ですと発言し、特に坂本隼人のファンでもあり、坂本を目標の選手としている。フロントの高い評価から、その坂本や中井大介等を活躍する若手が以前、背負った出世番号である61を仮契約時に提示された時は驚いた表情を見せた。また、同じ守備位置のレギュラー選手であり、長距離打者である村田修一タイプと期待され、 目標の選手の一人であると発言している。プロに入って対戦してみたい選手には、同学年で東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト1位で指名された松井祐希の名前を挙げている。恋という名前は、皆から好かれるように、人から愛されるようにという両親からの命名である。巨人に入団当初、チームメイトに同性の和田良太がいたため、スコアボード等で、和田恋と、 フルネームで表記されていたが、両立対談後も、また楽天遺跡後も引き続き、フルネームでの表示となっている。ありがとうございます。